に腕お菓子したか聞くけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップでトンボ行きます。トンボお願いいたします。あ、また長いのついてる。でも今回すごい可愛いんですよ、見てください。確かにそのいやもう虫として概念が足が8本だもん、足が8本昆虫ではないですね。いや可愛いんですよ今回。顔がいい。顔がいい。あ、でも顔可愛いよ。顔がいいし、あとちょっと見てくださいよく。ちょっと引いてもらっていいですか。いいで。これ、うん、あの四つ葉のリボンっぽいんですよ。いやどうかしら。この部分。あ、ま、うわどうかしらね。どうですかこれ。カメラさんうまい。じゃあこうしましょう。上手。まうん、これどうですか。ああ下のごぼうみたいなのが映るとなんかな。ええ飛ぶチンアナゴっていうコメントもありましたけれどもね。飛ぶチンアナゴチンアナゴが進化したんだ。飛ぶチンアナゴ、あ、かわいい。飛ぶチンアナゴと言われればかわいいのかもしれな い, い, い前向きだもん顔が、うん、トンボとさ、うん、いつからトンボと錯覚していた。かわいいもんな。これはこれですね。これですか。さっきのはちょっとさっきの一回めくって見せていただいても。さっきのはちょっとでもなんかしょうもないものを描いてしまいました。いやまあそうですね、あの可愛らしいということでありますけどしょうもないとは。でも、はい、そうですね、はい、一人でも秋要素を入れてくれたのはやっぱりもう助かったなって感じがありますね。なんか比べるとやっぱそうね、はい、こっちの方がなんかね、やっぱりちょっといいかなっていう気がセンスを感じるしますよね。どうですか天の声さん。なんて名前でトンポ。いや、トン何を描かれたんですか。これですか、はい、トンボですよ。トンボですって、トンボですって、はい、トンボで、トンボで、トンボです、はい、トンボです。まあ、飛ぶチンアナゴでもいい、はい、どちらかです。トンボか飛ぶチンアナゴか、はい、どちらかです。私もやっぱ企画会議呼ばれたいんで、うん、サンマですね。サンマですね。これは呼ぶよ。まだ説明受けてないけど。これね、説明ね。これちょっと喋る前にあやつになってでも急にちょっとエビっぽくなるね。あ、確かに皆さんも ね、目の前で今スパイスを加えまして加えまして、はい、あーサンマですね、うん、え、かわいい。やっぱ顔かわいい。ちょっと1枚目もう一回見せてもらえます。1枚目、はい、あ、2枚目か先ほどのこっちですか、はい、はい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 、これがトンボか、トンボです。はい、トンボですね。はい、これあやねちゃんの動物シリーズで5分アニメとかやってる。なんかもう進化の過程みたいなものを見せていただきたい。やっぱね、愛嬌がすごいですね。いや愛嬌あるよ。愛嬌がすごいんですよ。めちゃくちゃいいよ。やっぱこのサンマいいよ。口の、え、口じゃなかったのあれ上の。いやそう、俺も口だと思ったら違うの、急に顔が出てきたの。これでもエラを描いたことで急にサンマ感が出るというか、あ、魚だからね、エラ呼吸しなきゃねと。やっぱヒレが、ヒレなのそれ。これヒレです。ヒレなのそれ。で、まあ、尻尾、うん、尻尾が、うん、あって、でこれもうエビの部分です。エビの部分はもうサンマじゃないのよ。サンマのエビの部分ですね、これ。これはやはり、いや、いいなこれ。毎回見たいこのシリーズということなんですけれども、あ、どうですかね、天の声さん的には。そうですね、いやちょっと1個選ぶのなかなか難しいけど、やっぱ1個ずつしか選べないってことですよね。はい、というわけで今日の番組ですけれどもね、お二人的には総括のコメントいかがでしょうか。どうですか。なんか2人でやるの初めて。確かに。あ、そっか、2人としては初めてか。そうだね、うん、そうかも。そうだ、なんかとてもこう穏やかな1時間を過ごせるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、穏やかな1時間でしたよね。本当ね、癒し空間というか、ね、なんか2人とも、ね、チアガール四つ葉引けちゃったし、うん、本当、うん、なんかね、絵とかもすごい、うん、ね、かわいい、ふわふわした絵がね。そうですね、なんかテディベアとか描きましたね。ねー、ほんとねー、なんか犬ちゃんとか猫ちゃんとか、うん、もう可愛かったね。描いちゃったんで、実装が楽しみだなと思うんですけど、うん、夏ね、どうですか。いや、ほんとにね、なんか
こんなにみんなに癒しを届けられる番組になるって思ってなくて。ね、確かに。うん、なんか私も嬉しかったです。うん、すごいね、なんか女子力高めな放送になっちゃったかなーなんて、本当にね思ったりなんかしてます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。